こんにちは、つちのこです。今日は7月8日バチトレルセンター練習台はのり巻きインサマース。レアな虫を捕まえまくりっすよ。しかもあの虫取り網は金の虫網。さすがのり巻き虫取りマスターっすか。じゃあ練習スタート。僕も今動物の森でね、網でね昆虫捕まえてますよ。なかなかね動画上げられなくて申し訳ないけど、いつかねちょっとしっかりまとめて動画出したいと思います。さてと、まずはこれ真ん中のね兜あたりから狙った方がいいんじゃないかな。のり巻きはどうしても重くてね途中で落ちてしまいそうなので、真ん中のコーカサスオオカブトあたりを掴んでいきましょう。はい、これを掴んでばらけてみたいなのが理想。ちゃんと、ああ掴まないか。さてどうしようかな。これは地味に手数かかっちゃうね多分ね。ちょっとのり巻きを掴みましょうか。のり巻きいきましょう。はい、いけ。どうだろうか。転げるね。練習台のバッチでもあののり巻きのね、あの上向いてる顔がちょっと面白いですね。そうだな、どうしようかな。もう一回掴んでいこう。のり巻きを、よいしょ。おお、網が落ちてった。これで掴めたね。2周目行きたいけどこれはさすがに無理か。なるべく右寄りで掴んでいきましょう。スイ、一緒にすくい上げるのは無理だよね。飛んでいってくれ。取れました。じゃあもう一回コーカサスオオカブトを取って、4枚ぐらいをね狙って、よいしょ。また同じ感じですね。あ、同じ感じだけれども今度は掴めて右側が全然いかなかったということで9枚ゲットです。大当たり出てくんないかな。ちょっとねコンプが危ういので今。さあ来い。1プレー無料。さあ今日はカッペイの家族行きましょうか。そうだね、まずはちょっとお掃除をしたいので、ハイビスカスをね取っていきたいです。左のハイビスカスね。で右のハイビスカスに当てる感じでのり付けをね壊せていけたらなと思います。どうなるかな。ちょっとうまくね手数早めに取っていきたいです。とりあえずねゲコが落ちてくれるのが理想。いきます、右側のハイビスカスね。さあどうでしょう。 OKOKOK。 うん、あーハイビスカスは崩れてくれない。なるほど、よし、それじゃあ行きましょう。はい、カッペのねお母さんゲコをゲットです。おばあちゃんだねもう。よし行くよ。さてこれはカッペを掴んでハイビスカスをきれいに、ん、ちょっと待てよ、カッペちょっと落ちていっちゃわない、大丈夫。あー落ちていくのか、それを考えなきゃいけなかったね。それでももう一回カッペ狙おうか。他を狙ってもなんかうまく取れる気がしないので、はい頼む、取れてくれ、ちゃんとちゃんと掴んでハイビスカスをしっかり押し込んでくれ。あはは、嘘マジか。次じゃあ娘のねククを取っていきましょうか。で奥さんのクーコを押す感じ、取りたい、よいしょ。あだよ本当にやばい、ちょっと失敗できないね。集中します。これは
これはよし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 何これ、そこでつまんないでよ。おー、いけ、よし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 やりましたまさかね、あの部分からククとクーコが一緒に取れると思わなかった。さあ今日はね、ヤシの実も掴んでいきましょう。大丈夫だよね。よし、なんとかね2台コンプになりました。はい、カッペ親子家族ですね、ゲットです。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。椅子取りゲームス、音楽が止まったら椅子にダッシュ。っていうか椅子が残り1つに8人って、この勝負大荒れの予感っす。もういきなり決勝戦みたいなこと。いつもねこれやってるの見るとこう争奪戦になってね、喧嘩にならないかハラハラしちゃいます。大丈夫かな、一斉に向かったらみんな頭とか打ってね、怪我しそうで怖いですね。ここまで人数が多くて椅子が少ないとね。憧れのゲッソーパイセンを影から見つめる制服ガールス。先輩のインク黒くて渋い感じっすよね。かわいいね、ゲッソーに恋焦がれちゃってるんだね。僕のね知ってる子にもゲッソー好きな子いるんですけど、こんな思いなんですかね、影からじっと見つめるみたいな。なんとなく青春っぽい感じがしますね。はい、今日はねここで終わろうと思います。さあもう明日1日しかないけれども、ちょっとね今まで敬遠してた蝶々の台が非常にね難しそうなんで、あれをねなんとかしたいのと、あとねエイの台がちょっと2個残ってるので、あれを取って全コンプになります。もしかしたらね明日追課金しなきゃいけないかもしれないけど、なんとかね全コンプ目指して明日もね楽しく頑張りたいと思います。ということで、またよかったら明日も見てください。土の子でした。